こんにちは、大洲市議会議員の中野博です。今日は12月6日水曜日です。大洲市内、昨日よりは気温が上がる、そんな一日でした。大洲市議会12月定例会は今日から常任委員会審査となっております。午前中は私も所属しております総務企画委員会の審査でした。条例関係、予算関係、また請願など約3時間の議論を行っております。今回行った議論、私が取り上げたテーマを中心にまとめておりますので、画面切り替えます。こちらを見てください。それではこちらの画面ご覧ください。今日行われました総務企画委員会主な審査内容です。まず条例関係については、大洲市コミュニティセンター条例の制定について審査しております。この審査の中で、将来的には全てのコミュニティセンターが指定管理制度の導入を目指すという理事の説明だったんですが、現状で指定管理への移行を希望している自治会はどれくらいあるのか確認したところ、現在は平野自治会のみであると。そしてもう一つ、若宮地区が検討中ということでした。これはね、田野もそうだったんですが、まだね、現場ではさまざま戸惑いがあるようですので、十分な話し合いを求めております。またこのコミュニティセンター関連についてはいろんなね議論が出ておったんですが、私が考えるのはやはりその改革が必要という点は理解しておるんですが、なかなか現時点で 100% の案というのも作れません。いわばベータ版ですので、今後さまざまな想定外も起こると思います。ぜひ地域住民としっかりとしたコミュニケーションを取ってもらって、今後柔軟な対応を取っていただきたい、そういう旨を発言しております。また、大洲市議会議員の議員報酬と、そして大洲市特別職の職員の給与、大洲市職員の給与、大洲市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正についても人事院勧告に基づくものとして、委員会を取っております。また予算関係については、先ほどご説明したコミュニティセンターの設置に合わせて、文書仕分け棚の購入費や、またコミュニティセンターの看板制作費、そして、大洲市役所本庁舎の空調更新事業等が計上されております。また請願におきましては、女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める請願ができておりまして、これは趣旨採択で、なっております。またその他の部分で私今回3つのことを、取り上げております。1つは押印廃止の進捗状況についてなんです。これについてはまだね、ちょこちょこ押印の廃止進んでない点が見受けられるので確認しとったんですが、市の業務の中の2367中、まだね、残っておるものが、297あるということでした。これも引き続き押印廃止できるものは速やかに進めてほしい旨要望しております。そして2つ目が高等学校での期日前投票所の設置についてです。これはね、昨年の11月の愛媛県知事選挙の際に大洲農業高校で実施したそうです。これはね、我々も知りませんでした。これ大変ね、好評だったと聞いておりますので、今後年度内の、後半等に選挙がある場合は、ぜひ、他の市内の高校、大洲高校や帝京第五高校といった、長浜高校、こういったところでもぜひ、実施に向けて検討してほしいと お願いしております。そして最後がシティプロモーションについてです。大洲市現在、観光面の古民家再生事業が非常に注目を受けており、追い風も受けております。今後移住定住の促進を図るためにも、この市のブランドイメージ向上のためにシティプロモーションに取り組む必要があるのではないか、市においても、今後検討を始めていくという答弁いただいております。今日の総務企画委員会、このようなやり取りでした。大洲市議会総務企画委員会の審査でした。請願の、ジェンダーギャップに関しての審査でしたが、議論の中で、私もいくつか意見を述べさせていただきました。この指数を見ていくと、日本の場合、教育部門、また健康部門での数字は世界トップクラスなんですが、特に政治分野が極端に低いことが課題になっております。これは私も大洲市議会の中で様々な今後議会改革を取り組んでいく上で、女性が立候補しやすい環境づくりというのは非常に大きなテーマであると改めて感じております。
今日の午後はこの後厚生文教委員会も行われております。これらのダイジェストはまた明日以降にお届けしたいと思います。大洲市議会12月定例会は明日が産業建設委員会、そして来週12日火曜日が最終日となっております。また議会の模様、この YouTube チャンネル高野博士 TV でお届けしたいと思います。どうぞ注目してください。今回はここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。